どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、僕の部屋をご紹介しようと思います。使っている機材、ソフトとかパソコンとかね、あとスピーカーとか照明とかマイクとか、どんな風に部屋を使っているのか、まあ、そんな感じのをね、紹介してみたいと思います。まずですね、カメラ、このカメラはですね、妻から借りてるものなんですけども、ちょっと iPhone で撮ってみましょうか。これなんですよ。オリンパスのペンライト EPL5 ってやつですかね。はい、このカメラなんですけど、すごくね、いっぱいこのカメラで動画撮ってきたんですけども、ちょっとね、だんだんとこうちらつきとか、光の具合とか、あとオートフォーカスの具合とかがこうもっとね、良くならないかなと思うようになってきて、まあ、欲が出てきてですね、近々買い替える予定なので、記念に今回ご紹介させていただきました。まあ、ギターのハウトゥー動画撮るだけだったらもう全然問題ない感じでした。すごくいいカメラだと思います。もうちょっとね、僕はなんていうんですかね、外とかでも撮っていきたいと思うので、ロケをしたいと思うので、一眼をね、一念発起して買おうと思ってますので、ちょっと、もうすぐ引退かなという感じですね。で、じゃあ次、机周り行ってみますね。はい、これがね、僕の机の上なんですけども、パソコンは、iMac、 結構古いです。2015年の、やつですね。なんだっけな、ハードディスクなんですよ。 SSD じゃないのでちょっと遅いですね。で、使ってるソフトは、音声はこのスタジオ1で撮ってます。で、動画編集はフィモーラっていうんですかね、このソフト使ってます。フィルモーラじゃなくてフィモーラかな。なんか、紹介してる動画を見たことあって使いやすそうだったんでこれにしました。はい、で、机周りをもっと見ていきますと、音声はあれですね、オーディオインターフェースはこちらです。アポロツイン、ユニバーサルオーディオのアポロツイン使ってます。で、ずーっと来ますと、ここに MXL のコンデンサーマイクからつらつらつらーとこう配線がいっぱいあるんですけど、ずらずらずらーといって、このオーディオインターフェースに入って、でギターの音も入ってこっちに行くと。で、ここで撮ってます。で、スピーカーは単外のスピーカーを両サイドから向けてます。で、ヘッドホンはソニーのよくあるやつ使ってます。で、撮った動画とか音声は、これ1テラしかハードディスクないので、こっちに外付けの1テラと4テラ2つ用意しています。こっちの1テラの方がタイムマシンで、バックアップ取ってて、こっちの4テラの方に動画データとかを、全部入れてます。で、あとは、まあ、CD とか入れるときはここから入れてますね。で、あとはこれか、 iMac じゃなくて MacBook Air。 なんかもうこのフィモーラが遅いんですよね、パソコンが遅いので、それを、ま、起動したり待ってる間はこの MacBook で YouTube を見るという、もう YouTube 見るぐらいしかこれは使ってません。あとは動画じゃなくて譜面編集、譜面の編集とかはこっちでやってますね。はい、これがデスク周りですね。あと、この辺の小物もご紹介しますね。ピックはね、ティアドロップ
主にティアドロップを使ってて、このジャズ3はよく使ってますね、太いやつ。でこの辺のやはね、妻の弟からもらったやつですね、ティアドロップ。でこっちは妻のものですかね、借りてます。これはなんか誰かからもらったんですけど、ほとんど使ってないですね、おにぎりは。でチューナーはよくあるやつ、これよ、これ便利ですね。で耳栓はね、僕は右耳がなんかね、なんかちょっと調子悪いんでよく耳栓してます。で、次照明に行きますと、このディフューザーって言うんでしたっけ、なんか照明をぼんやりさせるやつを使って全体に広げて、後ろにニューワーっていうメーカーかなの、照明を使ってます。でここをいじるとですね、色が変わるんですよ。ちょっと変わったか分かりますかね、青くなったり、これがなんだ。でもなんか iPhone でやると色がどんどん変わっていっちゃいますね。でここで光の具合とか見れるんですね。でこうやって照明焚いてるときはこう天井の照明は消してます。つけると、あ、つけられないんだ、あ、つけるとこないですね、消してます。であとこっちに椅子の上に、これは妻の、これも妻から借りてしまっている照明です。で IKEA で買ってきた観葉植物もどきですね。でこの椅子も IKEA で買ってきた椅子です。なんかここに後ろに1個照明を置いとくとおしゃれだよっていうのをなんか YouTube で見たので置いてます。であとこれはね、2個あるのかなんかね、妻が買ってきて飾ってたやつです。それをまだいただいてしまいました、すいません。でこっちに行きますと、ギターとスタンドがあるんですけども、ギターはね、いつもよく弾いてるので、ね、斉藤ギターのフロアコと、フリーダムのテレキャスですね。あと、ギブソンの57年の ES125 ですね。でね、こっちのが、僕は紹介したかったんですけど、この木こう立てかけてるんですよ、床と天井でこうなんていうんですか、張ってるっていうんですか。でこの木はホームセンターで買ってきてニス塗ったんですね。でこの色になってるって感じ、 DIY です。もともとはこういう木だったんですよ。であんな感じでここも釣ってるっていうんですか、張ってるっていうんですか、ですけどね、まあ、それがニスを塗るとこんな感じでちょっと重厚感が増しますよね。プリンターはキヤノン、この辺はエフェクターとかですね。最初の頃結構なんていうんですか、このルーパーで動画とかよく撮ってましたね。これいっぱい使いましたね。であとね、このブラックスターのアンプを iPhone の隣に置いとくと意外とね、いい音で撮れたりしたんですよ。でコメント欄にどうやって撮ってるんですか、音は何で撮ってるんですか、アンプ何ですかとかって聞かれることあったんですけど、実はこのブラックスターのアンプだったんですね。意外とね、いい音で取れるもんだなと思いました。あとこのローランドのゴーミキサー、 iPhone につなげられるっていう、オーディオインターフェースなのかな、なんですけど、なんかねちょっとホワイトのノイズが入ったり、あんまり音質が良くなかったんでちょっとしか使ってませんでした。まあ、この下に行くとズームのマルチとアコギ用のプリアンプっていうんですか、なんかもありますけど、まああんま使ってないですね、こっちは。
でこっちに行くとシールドはベルデンのシールドを使ってますね。これもよくわかんないやつですね。安いシールドですね。でここに譜面とか今入れてるんですけども、譜面はね、黒本を持ってるんですけど、黒本に直で書いちゃうと後で見にくくなるので、こう一回一回、コピーして書き込むようにしてます。進行間違えないようにって書いてありますね。でこの赤い文字が気になりすぎてこっち見ちゃって進行間違えてましたね、よく。あとはネバビアナザイユとかこんな感じでね書いてますね。この辺とかもなんかサプリオがなくなっちゃってますね。アドオントギャザーは何にも書いてないな。あとなんだ、フライミートゥザモンですね。これはあれか、A 列車に行こうか。これはなんだ、グリーンドルフィン。グリーンドルフィンも結構分数コードとかもう省略しちゃってますね。もう簡単に簡単にしちゃってます。こういう難しいコード、まあ、ムシムシって感じですね。でジャストフレンズとかね、いっぱい書きすぎて逆に何書いてるか分かんなくなっちゃいますね。叫ばな。All of me は簡単だからあんま書いてないですけど。All the single you are. I'll close. これはよく練習しましたね。あ、コーヒーボコしてますね。まあこんな感じでね、譜面はあらかじめコピーしてそこに書き込むようにしてました。はい。で部屋はですね、なんていうんですか、普通の部屋です。こうクローゼットは6畳ないんじゃないかな、 5.5 畳とかじゃないですかね、の部屋をですね、ほぼスタジオ状態にして使ってます。こんな感じかな。やってみたら分かりやすいか。ほいほいほい。あ、床は傷つかないようにシート貼ってます。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、僕は毎日動画を撮って編集してアップロードしております。でこのカメラね、先ほど言いましたけども、そろそろ引退ということで、次のカメラをもうね心の中では決めてます。でそれを今度買いに行こうと思いますので、またそれは別の動画で、ご紹介したいと思います。という感じでね、あと説明してないとこ紹介してないとかないかな。うん、そんな感じでいつもやってますので、これからもどうぞごひいきに、よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございます。